王子駅は東京都北区王子一丁目にある東日本両角鉄道東京地下鉄の駅である。本港では付近にある東京都交通局都電荒川線の王子駅前、停留場についても記述する。以下の三車三路線が乗り入れており、相互間の接続駅となっている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は東北本線であるが、 当駅には、電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では、東北線とは、案内されていない。また、JR の特定特殊内制度における、東京特内に属する。築定上に島式ホーム一面二線を有する、高架駅。ホームの東十条寄りで、国道122号及びその路面を通る、東京桜トラムをまたいでいる。 京浜東北線のほか宇都宮線、高崎線列車が走行する、列車線、湘南新宿ラインと、貨物列車が走行する、貨物線が並行する。港内南側で、小愚駅へ向かう列車線が、立体交差で東側へ分岐するが、戸籍上及び運賃計算上は、小愚市線に当駅は存在せず、赤羽駅が、東北本線と小愚市線の分岐駅となっている。 改札口は、北口、中央口、南口の3カ所がある。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機が設置されている。また、直営駅として、上中里駅を管理下に置く。南北線への乗り換えは、北口か中央口が、都電荒川線への乗り換えは、中央口が、飛鳥山公園、堺町方面へ向かうには、南口がそれぞれ便利である。 北口ロータリーにはバスターミナルとタクシー乗り場が南口ロータリーに面してタクシー乗り場がある。乗り場バリアフリー設備 JR の駅の北口に面するバスターミナル及び北元通りの直下に位置している。島式ホーム一面に線を有する地下駅でありフルハイトタイプのホームドアが設置されている。改札口は2カ所あるがうち1カ所は エレベーター利用者専用で自動改札機一通路のみの簡易なものである。エレベーター自体は開業時から設置されているが、開業当時は車椅子専用で係員の付き添いがないと利用することができなかった。また、地下通路は帰宅の文化施設、北とピアの正面入り口に通じており、ここにもエレベーターが設置されている。当駅は甲楽園駅。 ストムカ関区王子地域として近隣の駅を管理している。乗り場発車メロディ開業時から吉村博作曲の発車メロディを使用していたが、2015年3月13日にスイッチ制作のメロディに変更されている。曲は1番線が地図を広げて2番線がノッカーである。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。遅延等で 運行間隔が短くなった際に、複数の電車の乗降扱いができるように、有効長が長い。また、折り返し運転用の渡り線を持つ。到底流上では、ラッシュ時に運賃箱、カード読み取り、端末が設置され、友人改札業務が行われるため、ホームで運賃の支払いを済ませれば、車内で運賃を支払う手間がなくなる。各年度の1日平均乗降人員は、 可表の通り。各年度の1日平均乗車人員は可表の通り。当駅周辺は主に区役所をはじめとする北区の行政の中心となっている。以下の路線が乗り入れ、国際工業バス、東武バスセントラル、都営バス、日立自動車交通によって運行されている。北口 JR バス、関東多共同運行各社の路線が当駅を経由する。 上りは校舎のみ取り扱う。当駅構内の緑の窓口では高速バスの乗車券は扱っておらず、JR バス関東の予約センターに電話する、胸の掲示がある。南口東京バスグループ、平成エンタープライズが運行する、夜行高速バスと東京バス、国際工業バス、京浜急行バスが運行する、空港連絡バスが発着する。 注釈出展報道発表資料新聞記事、王子駅前停留場に関するカテゴリー。ありがとうございます。